私が一番力を入れてきたことは就活系の YouTube を運営する会社での営業のインターンになります。数は絶対こなそうっていうのは決めてますね。今は絶対妥協できないなって感じですかね、うん、いいとこまで行くのかなと思います。おはようございます。おはようございます。今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介してもらってもいいですか。日本大学経済学部経済学科3年の竹間と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。1、2限を受けて、その後に営業活動をしてオフィスに戻って面接の練習をして面接に挑むって感じですね。じゃあ1限頑張ってください。はい、また行ってみます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。インターンやるために週2でみっちり埋めてるんで、週2回通ってオンラインとかもうまく組み合わせてやってるって感じですね。時間終わりこんな感じですね。1限から5限までいっぱい。はい、他の大学の方に移って営業活動をやっていきたいと思います。合格者面接っていうコンテンツを取ってるんですけど、そこに出演してくれる4年生を探しに行くって感じですね。時間ないですって言われてよく断られたりすることがあったんですけど、まあ、そういう時はまず一旦教官から入って、やっぱり時間ないですよねっていう風に、その後にちなみにバイトとかってされてるんですかっていう風に聞くんですよ。そうすると大体みんなバイトしてますっていう風に言われるんですね。バイトするのって、まあ、大体2万円稼ぐのって20時間ぐらいかかるじゃないですか。けどなんか私たちに協力していただけたら1時間で2万円お渡しできるので、時間がないならなおさらご協力いただいた方がいいと思うんですが、いかがでしょうみたいな感じで提案するって感じです。つい最近見つけたテクニックなんで、数をこなしたからこそ見つけられたテクニックなのかなとは思います。もともとやろうか迷ってはいたんですけど、社員さんを訪問した時に残りの学生生活でビジネスを体感してきた方がいいって言われて、それであの長期インターンを探したって感じですね。いきなり1人目から取れたので、すごいです。良かったです。もっと頑張っていこうと思います。こういう感じで面接の前に言語化するっていうか、原稿みたいのを作ってパニックにならないようにしてます。面接だとその日の振り返りとかも一応やってはいますかね。この前の面接は営業の背景っていうか、何をやってるのかっていうのを伝えなかったので、最初から最後まで何の営業をやってるのか分かってもらえなかったっていう反省がありましたね。今日は全部で面接3回目ですか。そうですね。緊張ですね。だいぶ慣れてきましたね。頑張りましょう。はい、頑張りますゆくゆくは海外に営業をかけたりマーケティングやったりみたいなのをやってみたいなと思います。でもやっぱ一見マップ取れない時とかあったので、その時やっぱ辛かったですね。とにかく数ですね。数を重ねると質が上がってくるって感じで、とにかく数は絶対こなそうっていうのは決めてますね。数こなしてダメならその日はしょうがないなっていうふうには思ってますね。運っていうのは営業やってて少しは関係してくるので、運の影響をいかに受けないように成果を出すかってなったら、やっぱ数が大事になってくるので、数はめちゃめちゃ打ってます。数学地下を作りたいとか、営業の経験を積みたいっていうのはやっぱりあると思います。あと行きたい会社が結構レベル高いので、そのレベルに到達するためにも今は絶対妥協できないなって感じですかね、うん、これからあの面接の練習やります。じゃあ、面接練習していければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらまずは簡単に自己紹介からお願いします。私は学生時代主にあの2つのことに注力してきました、1つ目があのトイックの勉強ですね。で、2つ目があの今就活系の YouTube を運営する会社でインターンをやっているんですが、そこでのその営業活動がその私の中で力を入れてきたことになります。私が一番力を入れてきたことは就活系の YouTube を運営する会社での営業のインターンになります。始めた当初は一件もアポイントが取れない日っていうのが続いたりしました。アポイントが一件も取れないっていう原因を、まあ、一つ目として声かけの数が少ないっていうことと、二つ目がその自分発信で話を進めていたことで、その相手との信頼関係を築けなかったってことが課題であると考えました。
早口すぎたので、そこをちょっと直したいなっていうところがありますね。内容は結構褒めていただいたので、このまま面接でも変えずに取り組んでいこうと思います。あんま緊張しないですね。営業をやっぱやってると初めての人と喋る機会っていうのはやっぱ多いので、あまり緊張はしないですね。始まったらただ会話するだけみたいな、そういうイメージでやってます。次はとうとうも面接ですね。お、本選考の二次面接って感じですね。緊張してますか？結構準備できたので、緊張というか、なんか楽しみの方が大きいかもしれないです。お、自分の言いたいことを言うんじゃなくて、しっかり会話ができればいいとこまでいくのかなと思います。今やれることはやりきったかなと思います。あとはどれだけこの会社のカルチャーとかとフィットするかっていうところが重要なのかなと思います。主に学知化が多かったですね。学知化をひたすら深掘りされたかなって感じです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日すごい一日でしたね。そうですね、こういう日が多いですね最近は。今日一日振り返ってみてどうでした？結構過密ではあったんですけど、楽しかったなと思います。心の底から行きたい会社に行けるように、まだまだ頑張っていきたいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。